かりやった。そうですね、もう16年ぐらい前かな、最初に来た時に、初めて何かこう観客の人が我々の作っている作品を受け入れてくれて楽しんでもらえたっていう会場が、そういうふうに要はお客さんのリアクションとしてそういうふうにこう感じさせてくれた最初の舞台なので、まあ、そこにまた戻ってこれて、監督週間でやっぱりいいなと思いましたけどね、はい、本当に自分がそういう場所にカンヌで立たせていただいてるのが光栄だなと思って、あごめんなさい、まあ、俺にもこういう時代はあった本当ですか本当本当この映画にはバイオレンスが血が出たり、ましてやその映画が始まってすぐ切られた首がコロコロと転がってくるようなそういうシーンはないです清らかなラブストーリーですから、最後までその、愛が出会いから愛が生まれる瞬間っていうのを楽しんでもらえればと思います。もう自分は監督という立場で関わって、みんなで作り上げた映画にその作品に、こうやってカンヌに連れてきていただいてる、やっぱり作り上げたものが、自分たちを昨日までと違うところに連れて行ってくれるっていう映画っていうのはすごく、見る人にもそうだけど作る人間にとって夢のあるものだなというふうに改めて感じています。似たようなものはできるかもわかんないけど、この作品っていうのはやっぱり今の日本人我々にしか作れないっていう、役者の芝居もそうだし物語もそうだっていう、そういうやっぱり映画にとってグローバルっていうのは、我々日本人にとっては、自分たちの今いる立場で自分たちの作れるものを自分たちが楽しんで作るっていうのが、これが一番だと思っておりますので、それが証明できて非常に嬉しく感じています。まあ万引き家族に通じるものがあるんじゃないかな。なかなかないですからね、全くのその文化の違う人たちに自分の作った映画を通してあなたは何者だっていうことを問われて、どうしてそれが日本で許されるんだとかっていう、どうしてなんだろうっていうところから、まあそれを結構来るたんびに、逆に言うと何か明確なきちんとした答えがしっかりあればその繰り返しって飽きてしまうんでしょうけど、毎回新鮮に感じられるっていうのは、まあ自分自身も変わっていってるし、本当の答えなんてないんだろうなという、今はこう思うっていうようなことなんでしょうね。センセーショナルな衝撃を与えようとかっていう特別な思いはない。いや、そんなの寝ながらでも作れるよ。意外と日本と違ってそれぞれ感じ方が違うんで、質問もアプローチの仕方、どっから球が飛んでくるか分かんない感じが。And I wanted to know how many other movies did you direct at the same time you directed this one?そもそもなぜあなたはそんなにたくさん撮ることができるんだみたいなことが、やっぱり基本的には謎に思えてるようで、
それは俺に聞かれてもわからないっていう